はい、こんにちは。札幌占い美容師の山下のことです。今日は写真をね、こちらにしたい感じです、はい、写真いただきまして、ちょっとこういう感じのグレージュにしたいんですけど、ブリーチしていたんちゃったんだけど、そうだと思います、ね、それで今日はブリーチちょっとしたくないということで、ブリーチを使わないグレージュの方法をちょっとやりたいと思います、グレージュを使わない 3D カラーの方法っていうのをやりたいと思います。で、基本から長さを伸ばしてるから長さあんまり切れないけど、結構毛先が傷んでそうなんで、毛先の方を処理して、え、前髪伸ばしてるかも。前髪は特に伸ばしてはいないので。ああ、なるほど、はいはい、まあ、ちょっとその辺はその流れに行きますね。はい、ではやっていきましょう。はい、撮影が終わりました。で、ワンプロセスで 3D カラー、オンカラーを
ワンプロセスでやるという感じです。でブリッジは使わないでやってみました。でこれから色落ちとかいろいろ楽しみかなと思います。あと結構枝毛が多かったので枝毛を除去するのにトリートメントカットをしてみました。で、だいぶ明日から手触りがいいかなと思うので、トリートメントをやっても結局引っかかったりとか3日ぐらいするとしちゃうので、やっぱりカットでやらないとダメな部分はダメかなと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。